はい、吉谷さんのね、販売戦術っていうのは多岐にわたってとっても素晴らしいなと思ってるところでございます。で、私もそういうのを参考にさせてもらいながらやってるところもあったりとか、まあ、さすがだなとこう、ね、見上げるところもあったりとかね、まあ、同時に負けないぞっていう気持ちもあったり、で逆に私にしかできないような稼ぎ方もあるよねっていうのの一つ、まあ、それがね、まあ、投資だったりするわけですけども、やっぱ投資も絶対じゃないんですよね。ビジネスも絶対じゃないんだけども、結構な自信はあると思うんですよ。負けもあるけど、でも勝ちもあるみたいなね。で、経費倒れもあるけども、でも利益大きいっていうこともあるよねっていうのを混ぜこぜでやっていくって感じですか。うん。まあ、コンテンツビジネスに関しましては、プラスしか基本的にないんですごく有利ですけども、ただそこにたどり着くまでに結構なね、時間的な、ほら、搾取をされたりとか、浪費をしたりとか、紆余曲折あると思うんですよ。で、元を正せば吉谷さんの力っていうのも、まあ、ブラック労働をしたその力が今ね発揮されてるところもあるし、あんな暮らしは嫌だみたいなね、逆転精神も働いてるところもあるし、借金があるから根性が出たっていうところもあると思うんですよね。うん。で、まあ、私もね、今ね、その借金がいっぱいあった時に比べると、そのモチベーションが高いかって言うと多分高くないでしょうね。むしろこの状態を維持する方向に、なんか守りに入ってるっていうかね、それは必ずしも悪いことじゃなくって、やっぱりこう、攻撃のために稼ぐ手段を使うときと、あとはね、得た資産とか、力をね、壊さないように防衛していくところもあると思うんですよ。みだりに人の商品を今、協調販売とかね、プロモーションで PV とかしたら、とんでもないやつの商品を紹介する可能性もあるわけじゃないですか。ですんで、疑わしいなと思ったら、やめていくっていうのもあると思いますし、基本的にはプロジェクト組まないとかね、組んだにしてもギャラをもらうでもなく、何か契約書を交わすわけでもなく、こんな人がいますよ程度にしておくとかね、絶対大丈夫ですよっていうのは保証したりとか、さすがですねこれは儲かりそうですねって煽りすぎると、なんかねやっぱり自分にもダメージが来ちゃったりしますしね。うん。だからまあ基本的には人の紹介をせずに行きたいなっていうところと、まあ、紹介をするとしたらやっぱりね、その人自身に自分がなったつもりで、いいことも悪いことももう人のせいにせず飲み込んでいくぐらいの強い信頼関係があればってところですよね。だからなんかその億万長者らしくてむちゃくちゃ良かったなと思って、こんないいプロジェクトはもう他に組めないと思うんですよ。なんか約束をしたわけでもなくね、なんか依存もしてないし、でそれぞれの稼ぎはそれぞれが作るみたいな感じでしてやったりみたいな感じですよね。すごく面白かったなと思いますし、うん、だからああいう場に立ち会えた人がまさに億万長者になる入り口に立てたはずなんですけども、まあ自ら退場はしてきますよね。非常にもったいないなと思います。こうやって今振り返っても細かい形は違えども似たようなことをやって、で生き残り続けてるね、まあ、我々のような存在がいて、しかも有名かっていうと無名なんですよね、うん、無名ながらもイケているみたいなね、うん、なかなかないと思います。有名でね、すごくね、何をやってもバズるみたいな状況で、稼ぐ時代はもう終わりましたんで、そうじゃなくってアクセスが低いんだけども強い信頼関係をもとに、きちんとね売り上げを立てているっていうことと、その恐ろしいほどのリピートでしょうね。私も結局リピートなんですよ。速稼塾の塾生さんがね1000名を超えても、やっぱりいつも見に来てくださる方って50名前後のリピートの方で成り立ってますんで、だからライブ放送やってもずっと同じ顔ぶれですしね、なんかメールが来る人も大体同じですしね。だからそう考えていくと、本当なんかこう気の合う人で一緒に歩いていくって感じですかね。だから基本的には稼げるから一緒にいるみたいなところは大きいんですけども、稼げなくたって一緒にいたいんだみたいな、すごく密なグループがなんかオンラインサロンというものなのかなと。でよそから見たらね、騙されて搾取してるんだってなりますけども、そのくらいじゃないと、別にね儲かんないことを私喜ぶわけではないんですけど、みんなが儲かってほしいんですけども、でも逆に儲かると離れていきますからね、自力で独立トップできるようになると、まあ、それは結構初期の頃にありましたね。稼げる順番になんかねサポートを必要としなくなって、自力でやっていくような形になっていく、それを頼もしいと思って、親離れ子離れなんだろうなと思ったんですけども、うん、でもなんかこう一時期稼げて、でもなんかやっぱり失速してみたいなことを繰り返す人ってのはずっと一緒にいてくださるし、 困るたんびにやっぱりね、コンサルをお願いされたりとか、商品提案を求められたりするんで、なんかいい関係っていうんですか、困った時に商品が提案できるみたいな、絶妙な環境ですよね、うん。まあ、最近は力強い
そういった弟子も出てきてないわけですけども、そうそう、最近リファイトクラブっていうのがね、なんかちょっといい感じになってきましたね。あの40代50代限定、男性限定オンラインジムってやつ、これが結構なんかブレイクするんじゃないかなって気がします、今のところ生徒は私一人なんですけどね。でもまあスタートはこんなもんだろうと思いますね、あのコンテンツを提供しているその塾生さんがね、すごく意欲的にどん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 いいコンテンツ出してきてくれてるんで、これなんか結構強いものになるんじゃないかなと思いますよね。私に言われないとやらないっていうんじゃなくて、言わなくてもやってくるっていうところにものすごいエネルギーを感じます。当然付き合いも長くて、いろいろやってみてはなかなかねトーンダウンしてた彼なんですけども、今はね本業が今オンラインに載ってますからね、キックボクシングインストラクター15年だそうですよ。これはオンライン化しても凄まじい数のコンテンツ、裏話、あるある、こういうのがいっぱいできるんじゃないかなと思いますし、新入生を受け入れるようなね、そんな対応の仕方ももうマスターしてるんで、上級者まで、それから実際自分がこれを機会に試合に出るっていうね、私からのオファーも受けてくれたんですよ。2月の今度12日が最初の試合です。19日過ぎてますね。19日ね。で、私がね、費用を今回出したんですよ。費用を出して、広告費を払って、トランクスには、この、私の、その作ったね、リファイトクラブの広告を貼るって感じでね。彼が肉体を差し出して、私がお金を差し出して、ジョイントでイベントに参加し続ける。そんなね、中高年限定のオンライン格闘ジム、リファイトクラブ。もう一回戦おうぜって意味の、リファイトクラブ。これなかなか面白いと思います。私もね、ノリに乗ってやってますね。それじゃあトレーニング行ってきます。いってらっしゃい。